この後ご用事が？残念ながらないですけど、とにかく帰ります。あ、イチカさん待ってください、せっかく来たんですし。イチカさん、わかりましたから手離してください。この状態で不審者として連行しましょうか。すみません、調子に乗りました。